間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。まず予想されたようにオルコックアラビアンが先頭です。ちょっと離されまして、メカトロスターチャオ7番エクリプス、ヘロド11番クリゲの馬体レイヤーガイ、そのうちからはゴドルフィンバルブ、それから8番メッサーキス、そしてその後ろから4番ダーレーアラビアンマッチェム。ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。これと一緒に天元時代マイアリーターク、しんがりから9番ブリスキーダブールであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然として3番オルコックアラビアン、これが怪物と噂されている注目のメカトロスターチャオであります。7番エクリプス、そのうちに1番ヘロド、そして5番手にレイヤーガイであります。その後ろでやりましょうか、6番ゴドルフィンバルブ、ちょっと離れて8番メッサーキスであります。ダーレーアラビアン、さあトンネルを抜けると世界最高のウィーニングロードが待っています。オルコックアラビアン先頭独走になっている、メカトロスターチャオが2番手、一発二発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ。オルコックアラビアンが抜け出した、メカトロスターチャオが差を詰めてきた。3番手にレイヤーガイ、レイヤーガイ懸命に追う、ここでは負けられない。メカトロスターチャオブリスキーダムール懸命に追う、メカトロスターチャオ先頭1着12番メカトロスターチャオ、スーパーワールドブリーダーズカップ5勝目、獲得賞金は6万5000枚突破。